ざっと数えて100万人か。紹介するにはちょうどいい。エマージェンシー、デカマスター、百鬼夜行をぶった切る。ということで今日紹介するのはこちら、特装戦隊デカレンジャー D ソードメガメモリアルエディションです。ちょっとちょっと、ジャイアちゃん何してるんですか。いや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 、紹介するでしょこれは、ね、先に触っちゃうでしょこれは。まだボス大好きなのにデリートしますよ。あそうだよ、しかもだってリックンじゃハードボイルドオーサーが足りなくない。いやいや、そんなことない。これを持てば、うん、気分はボスです。あ、気分はね、気分はボスですよね、はい、そりゃありきが自由ですから、うん、そうです、そりゃそうだ、はい、ということで、はい、見てください、はい、Dソードメガのメモリアルエディションが登場しました。最近だよ。いやいや、このサイズマイクでかすぎ。何ですかこれ。やばいですね、本当にすごいです。ライバルの半分以上あるもんね。あるかもしれない。確かに。ありそうですね、本当に。私噂には聞いてたんですよ、はい、デカマスター大好きなんで、はい、今回このメモリアルエディションのアイテムが出るって、もう SNS で見てて、うんうん、もうね、めちゃめちゃ楽しみにしてたんです。いやいやいや、もうまさか今回私紹介に行くと思ってなくていつになくテンション高い。高いねえ、すごいですよ、本当に、うん、ちょっと見入ってしまいますね、この造形。いや、本当に。で、ところでどんな商品になってるんですか。そうですよ、はい、もうね、とにかくすごい商品です。サイズだけじゃなくて、音声ももう素晴らしいことになってるので、うん、今日はこちらのメモリアルなアイテムを詳しく紹介していきたいと思います。銀河一刀流の剣、ドクタージョーがいい言われてしまった。バンマニ、早速 D ソードベガ本体を見ていきたいと思います。もうすごいです、めちゃくちゃ長いです。なんですよ、全長約 900mm ということで、もうとんでもないです。持ち手だけでもうちょっと両手に収まらないぐらいのサイズ感ですよ。長すぎませんかこれ。しかもですよ、完全新規造形ということで、劇中をイメージした作りになっているということで、ちょっとね、詳しく見ていきたいと思います。まずはツバの部分を見ていきます。迫力すごくないですか。ボスの耳にもついているこのね、デザインだったりとか、目からね、流れているこの黒いラインだったり、他にもね、この口の部分の牙まで、細かいところまでもう非常に完成度の高いクオリティになっております。傾けるとこのようになっております。上から見てもかっこいいですよね。そしてね、この鎖の部分にはしっかりね、デカレンジャーのマークも施されております。そして持ち手の部分も見てください、このメカメカしい造形。しかもね、このメタリックシルバーも相まって金属感があって非常にかっこいい作りになっております。 SPD の文字もあるね。そうなんです、見てください、この SPD、 これがあることによってね、やっぱね、デカレンジャーの武器っていう感じがしますよね。そしてね、個人的にここの部分好きなんですよ、このね、先端の部分、ドギークルーガーっぽいね、水色をイメージしたね、色になっているんです。さらにね、ここも細かいんですけど、しっかりね、デカレンジャーのマークのね、デザインがあります。これはもう本当に興奮しちゃいますよね。そしてそしてこのね、赤いね、デザインがあってからのこの刀身の長さ、剣先の部分もね、非常に鋭くなっていて、劇中のイメージに近いですよね。剣の部分の造形もメリハリがあるので、このように傾けると2色になっているように見えますよね。これがね、またかっこいいですよね。そして今回持ってきました、じゃーん、来ました、デラックス版をね、特別に用意しました。すごいですねこれ。デラックス版思い出深いですよね、この銀メッキ。非常にね、ちょっと懐かしい感じあるんですが、早速長さ見てください。この見てください、ほら、もうスケールが違いますよね。すごい、倍ぐらいありますよ。本当に倍ぐらいありますね。デラックス版もね、すごい迫力あったと思うんですけど、やっぱちょっと違いますよ。長さも違いますけど、このね、顔のような装飾の部分だったり、持ち手もね、大きくなってます。さらに金色のね、装飾が加わることによってね、よりね、劇中に近い作りになっております。そしてこちらの D ソードベガ、劇中同様にこのね、レバーを操作することによって、鎖の部分が外れて封印モードから解除モードにすることができちゃうんです。早速やってみます。はい、解除モードに変形しました。もう口が大きく開きましたよ。これ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 、いや、ほんとこれこれってなっちゃいますよね、うん、わー、かっこいい。この角度、
迫力すごくないですか、うん、口も立体的だね結構ね、いやこの角度ちょっとかっこよすぎてたまらないです。鎖がさちょっと入れてるのもいいね、はい、いいね、かわいい。この鎖もねめちゃくちゃね金属感ある作りになってるのでこれも臨場感がありますよね。そしてこちらの D ソードベガ見た目もすごいんですけど音声もすごいんです。待って待った、はい、こちらのボタンに攻撃音、はい、そしてここの部分にセリフボタンがありまして、うん、ここの部分に BGM ボタンが搭載されているのでさまざまなね音声を発動することができちゃうんです。すごい。早速聞きたい聞きたい攻撃音を鳴らしていきますか。はい、お願いします。ちょっといきますよ。さらにはい、ちょっと待ってくださいよ、ライフロン、はい、入ってましたよね今ね。これでやったと分かると思うんですけど、映画のライフルやん。これまで入ってるんです。うそー、もうすごくないですか。すごい。そして剣撃音、うん、この長さも相まって、うん、もうなりきり度半端ないです。半端ない。今もうちょっとにやけちゃいますね、うん、かっこよすぎて。でもさ、なんかデラックス版とさ、はい、なんかボタンの位置違うよね、うん、確かに。そうなんです。実はですね、この中の部分にボタンがあるので、うん、デラックス版の時はトリガーがね、この辺にあったと思うんですけど、うん、人差し指で押す感じなんだよね。そうだよね、はい、メモリアルエディションはこっちにね、あの攻撃音のボタンが搭載されているので、うんうん、ちょっとね、握りながらこうシャキーンってね、はいはい、鳴らすことができちゃうんですよ。なるほど、嬉しいね。すごい。ここまでもうね、作りはこだわっているんです。すごくないですか。ボタンの位置変えるのはやっぱこだわりだよね。そうですね、うん、次はセリフボタンを押してセリフを鳴らしていきたいと思います。なんとですね、こちらの D ソードベガ音声モードが2種類搭載されておりまして、すごい。1種類目がデカマスターバージョンで、2種類目がデカレッドバージョンの2種類がね入っているんです。最高じゃん。すごい。早速デカマスターバージョンで遊んでいきます。私がデカマスターバージョン、まあ、そこはね譲ってあげましょうよ、まあまあまあ、このボタンを押して鳴らしてみてください。ここ、ね、はい、それでは参ります。はい、どう。俺のハートに燃える火は悪人どもには地獄の豪華、燃やし尽くすぜ平和のために。1音目から良すぎる。本当素晴らしい。もう一度行ってみますか。はい、もう一個お願いします。行きますよ、せーの。銀河一刀流の剣技解くと味わうがいい。さっき言ったやついやもう最高。痺れるわ。痺れますね。うーん、デカマスターってやっぱハードボイルドな感じがいいんですよ。本当に声と一致してますもんね。そう、最高なんです。超好きですから、ね、本当にこれは嬉しい、うん、今2種類鳴らしたんですけど、もう他にもいっぱい入ってるので楽しみにしててください。あとでいっぱい鳴らそう。そしてそしてデカレットですか。あ、もうデカレット。あ、じゃあ私が切れちゃう切れちゃう、うん、気をつけてください。はいはいはい、気をつけて人に向けないようにね。はい、お願いします。いきます。赤座剣法雷神剣。これだよね。なんかこれこれなんか持った時のセリフ。そうですね、すごい。そうね、難しい。すげえ。蘇ってきましたね今ね、面白い。ちょっともう一度、もう一個、はい、安心してよ。140年前から比べたらこの町は変わったかもしれないけど、今の人たちだって古い時代のいいものは守ろうとしてるから。あれですよ、ご先祖様のね、はい、そうですね、あれだわ、はい、あの時のシーンですね、うん、うわいい、すごい。いや改めてね、D ソードベガからデカレットの音声が慣れされちゃうっていう ね、 うね、まあ、持ってたもんね。うん、まあ、使うシーンも何回かあって、あったよね。嬉しい、これは、うん、すごい仕様になっておりますよね、うん、デカレットのセリフも他にも入ってるってことですもんね。そうなんです、他にもたくさん入っております。しかもですよ、シークレットボイスも入ってますし、シークレットボイス、新作 V シネクストの音声も入ってるってことなんで、大ボリュームです。大ボリュームです、本当にね、メモリアル、もう当時をね振り返ることだけじゃなくて、うんうん、新作のね音声も楽しめちゃう。すごい。何種類なんでしたっけ。今言った音声含めて25種類入ってるってことなんで、うん、もう厳選され尽くした声がね入ってるので、すごすぎる、すごいね。いや本当にちょっとですね、私たちが聞いた音声は。そうですね、もっともっと入ってるんだ、はい、もっともっと入ってるんだ。ぜひね、もう届いてからの楽しみということで、最後は BGM ボタンを鳴らしていきたいと思います。収録している BGM は3種類となっておりまして、1つ目がデカマスターネバーストップ、2つ目が特装戦隊デカレンジャーテレビサイズバージョン、3つ目が一気に決めるぜになっております。
今回はデカマスターネバーストップを鳴らしていきたいと思います、うん、はい、いやー嬉しい。では BGM を鳴らします、うん、この星の上咲これですわ。もう拍車かかっちゃうよ、ハードボイルドに。渋いわ。デカマスターといえばこれですよね。そう、これなんだよ。このね、BGM が収録されております。すごい貫禄は。しかもですよ、うん、今流れていたデカマスターネバーストップに合わせて、うん、デカマスターといえばまさかの100人切りですよね。はい、今のね、BGM に合わせて100人切りの音声を鳴らすこともできちゃうんです。すごい。じゃあ早速やっていきますよ。いきます。無さの凄すぎる。いやーもうかっこいい。だってデカマスターその放送された日って、はい、全ての子供たちがデカマスターに恋したりしてますから。はい、そうです。本当に、はい、あの私本当あの立ち上がってみましたから。そう、だからデカレンジャーがめっちゃピンチの時に駆けつけてくれたから、うん、本当に頼りになるっていう。そうですよね、っていう。まさかのドギークルーが変身するとは思わなかったね、はい、そうだよね。そこもびっくりしましたよね、うん、そんな名シーンが再現できちゃうんですよ。バンダイマニア、今日は特装戦隊デカレンジャー D ソードベガメモリアルエディションを紹介しました。エンディングまでずっと興奮してました。うん、本当に。やっぱこのスケールでこう立体化してくれるっていうのにありがたさしかないよね、うん、本当にね。個人的にやっぱこの長い闘神、はい、興奮しますよね。誰しも興奮する。興奮しますし、やっぱもうデカマスターのね、うん、哀悼がこうやって、うん、立体化して、もう音も鳴って、はい、最高じゃないですか。そうだよね。本当にもうデカマスター好きがよどれが出るぐらい欲しい。そうですよね。今回さ、あの光は見せられなかったじゃん、はい、だけど、ね、製品版になったらまた光も加わってっていうことだから、はい、より楽しみ。そう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 。届いた時の感動たるや。止まらないですよ。止まらないです。超絶ハイクオリティな商品になっているので、皆さんもぜひゲットしてみてください。特装戦隊デカレンジャー D ソードベガメモリアルエディションはプレミアムバンダーにて2024年3月31日23時まで予約受付中。 VC ネクスト特装戦隊デカレンジャートゥエニスファイアーボールブースターは2024年6月7日より期間限定上映。ブルーレイ&DVD は2024年11月13日より発売開始。このアイテムが気になったら概要欄をチェック。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ブルーレイで一件コンプリート。悪がいる限り俺は切る。